明日小学校の入学式を控える新1年生の桜子ちゃんとそのお母さんです。桜子ちゃんがピカピカのランドセルを見せてくれました。どんな気持ちですか？ワクワク。入学を楽しみにしている桜子ちゃん、一方で親が心配しているのは学校生活だけではなく登下校時の安全です。こちらは登下校中の負傷者の数、特に小学1年生と2年生に事故が多く、魔の7歳とも呼ばれ注意が必要です。7歳と言ったら慣れた頃かなと思うので、そういう時は改めてちょっと交通ルールをもう一回確認しないといけないかなと思います。桜子ちゃんのお母さんは安全に通学できるよう3つの対策を取っていました。大丈夫かな。通学路を確認。何度か私とも行きましたし、主人とも行ってみました。不安な場所をチェック。狭い道ではあるので、ちょっと車と近いなっていうところとかは不安ですね。端っこを歩くとか、まだ一人ですけど、人といても広がって歩かないとか、もう基本的なことは話しながら歩きました。登校時間にゆとりを持つ。初めは余裕を持ってゆっくり行きたいと思います。小学校まで10分ほどの道のりですが、慣れるまで40分前に家を出る予定だということです。この3つの対策で十分なのか、JAF の交通安全インストラクターに話を聞きました。桜子ちゃんのお母さんのこの3つのポイントっていうのは聞いてどう思われますか？非常にいいんじゃないかなというふうに思います。歩道がないところを歩いちゃ危ないんだよじゃなくて、橋の方を歩くんだよというふうにちゃんと言ってますし、時間の話も、40分前にちゃんと出るんだよというふうに、具体的に子どもがこうすればいいんだよということを教えてあげているということが、子どもにとってすごく分かりやすくていいんじゃないかなというふうに思いますね。では逆にドライバーの目線で注意すべきポイントはどこなのか、実際に走行しながら注意点を聞きます。まずは登下校の時間帯がやはり子どもたちが集団で動く時間帯になりますので、そういった時間に通学路に当たる場所の通行は極力避けていただく。なるべく大きな道を通ってですね、信号灯があって交通整理されている道を通っていただくのがいいかなと思います。登下校の時間帯に極力通学路は通らない、これが一つ目のポイント。そしてもう一つが飛び出し注意です。ここから先、ここの左側なんかはちょうど壁があって、子供が出てきてもおかしくないかなというようなところですよね。ここですね。ここですね、はい、もう一度このブロック塀の先、道路が死角に。こうした背の高い壁は特に注意が必要と指摘します。車から降りて歩いてみると、私がこうやって出てくると、はい、おそらくもうギリギリまで分からなかったんじゃないかなと。分からなかったですね、うん、なのでこういう見えないところ、壁の影とか柱の影とか、人が子供がいるかもしれないなっていうことを考えながらハンドル握ってもらうのがいいかなと思いますね。他にも例えばここの左手側、あそこにですね、飛び出し注意っていう看板があるかと思うんですけれども、はい、ここちょうど公園があって交差点になっているところになります。こういったところから子どもが飛び出してくるっていうことは想定しながら、ドライバーの方はハンドルを握っていただくのがいいかなと思います。こうした公園を通る際はブレーキを踏めばすぐに停車できるよう徐行すべきと注意を促します。子どもの交通安全は子ども自身の意識だけではなく、ハンドルを握る大人の役割が大半と言っても過言ではありません。今まで保護者と一緒にしか外に歩いていなかったのが、急に一人だけ、あるいは子どもたちだけで外出するようになっているので、大人が交通ルールをまず守っていただく、これ大切にしていただきたいなというふうに思います。